どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日なんですけども、動画のタイトルにもあります通り、皆様にねお知らせがございまして動画を撮っています。何かというとですね、別にそんな悲しいお知らせではなくて、この度ですね、平岡新しいブランドをね立ち上げようと思って、今日はねその紹介をしようかなというふうに思っています。僕自身は普段からこの YouTube チャンネル運営しながら、本業のね会社の方で株式会社ドリップっていう会社を、まあ、経営しておりまして、そこではですね僕だったりとか他のインフルエンサーさんの方と一緒に共同して物を作って販売する、まあねこの物作りの事業をやってるんですけども、今回そのねドリップとは全く別で、僕個人のプロジェクトとしてちょっとね新しい雑貨ブランドみたいなものを立ち上げてみたので、そのね商品をちょっとご紹介したりとか、でもうね今日から販売も始めようと思ってるんで、もしね気になる方はぜひ買っていただきたいなというふうに思っています。というわけでね、まあ、もうもったいぶってもしょうがないので、どんなものをね作っているのかってところをですねご紹介しようかなというふうに思います。はい、それがねこちらなんですけども、これ何かというと、これ上のこの、ね、円柱型のこれがキャンドルなんですね。ここに導火線があって、火を灯して使う、まあ、ろうそくキャンドルになっています。そしてこの下、これがね一応まあキャンドルホルダーとして使う陶器のプレート、タイルになってるんですけども、このタイルとキャンドル、こちらをね合わせて、まあ、部屋の中でねキャンドルを焚きながらちょっとねこうインテリアとしても使うみたいな、まあ、そういった製品になっています。で種類いろいろあるんですけども、まあ、さらにですねこちらの方ですね、この奥の方はこっちはお香立てになっています。これもですね、このまあお香はね今回販売はしてないんですけども、この石、これが天然石になっていて、こちらがフローライトっていう天然石なんですね。それに先ほどと同じくこういった陶器のね、ちょっとデザインが入ったタイルですね。こちらを合わせて、このね、天然石の方には穴が開いてるんですよ。ちょっとこう穴が開いてるんで、ここの穴にですね、このお香を立てて、こんな感じですね、お香を立てとして使ってもらうと。まあ、こういった製品になっています。いろんな種類があって、例えばこの奥の青いやつだったら、ちょっとこのね、ブルーの格子柄のタイルと、この石の部分がラピスラズリっていうね、まあ、これ結構聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういったちょっとブルーが綺麗な天然石になっていて、まあ、このね、ブルーのタイルとブルーのラピスラズリを合わせて、こうやってお香立てとして使っていただくと、まあ、こういう風な製品になっています。基本的にはこんな形で、タイルとキャンドルを組み合わせた一つの商品だったりとか、タイルと天然石ですね、この石を組み合わせたような一つのお香立てっていう製品だったりとか、タイルと何かを組み合わせたような製品ブランドになっております。一応こんな感じでですね、陶器のタイルを中心としたブランドなので、ブランド名がアンドセラミックスっていう名前にしています。このね、陶器のタイルと何かキャンドルとか天然石とかね、いろんなものを合わせて一つの部屋の中で使うインテリアとして使っていただくと、まあ、そんな風なブランドコンセプトになっています。でさっきからこれお見せしているね、一つ一つ結構デザインが違うようなタイル、これ何かっていうと、これね昔はこの家の建材として使われていた古いヴィンテージのタイルなんですよね。これ世界各国いろんなところで昔からこういうタイルって使われてて、まあ、日本でもよくねちょっとこう古めのカフェだったりとか古めの家屋の中にですね、まあ、ちょっとこういったね模様が入ったようなタイル使われてるのを見たことある方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、昔はこういった結構デコラティブなねタイルが実際に部屋の中で使われたりしました。なのでこれちょっと裏面見ていただくとですね、まあ、当時本当に建材として使われてたので、ペンキがねここについたりとか、あとねこのまま壁に埋まってたので、若干このねモルタルとかセメントが残ってるような感じなんですよね。100年ぐらい前に使われていたこの建材っていうのをね、まあ、僕が仕入れて、それとねキャンドルとか天然石を組み合わせるような、まあ、そういったブランドの製品になっております。で一緒に組み合わせてるね、このキャンドルとか天然石なんですけども、このキャンドルの方は僕のハンドメイドです。これね僕が作ったんですよ。例えばこの陶器のタイルだったら、ブルーとこの中心のね青が、まあ、ちょっと可愛い柄だなと思ったんで、このキャンドルの方もですね、ブルーとね水色を基調としたちょっとグラデーション模様みたいなキャンドルを自分でね作っていました。こういうのを作ってこれと一緒にね合わせていただいて、もうこれ部屋の中に置いとくだけでも可愛いかなと思うし、もちろんこれ上に導火線ついてるんで火をつけていただいて、ちょっとね部屋の明かり取りに使っていただくとか、まあ、そういうような形でこのキャンドルはね僕のオリジナルの手作りでございます。
ます。いろんな組み合わせがあって、例えばね、これとかだったら、このブルーと黄色ね、ちょっとレリーフ型の凹凸のあるようなタイルなんですけども、まあ、こちらもですね、20世紀頃に使われていたポルトガル産のタイルになっていて、このタイルと合わせるために、まあ、次はこんな感じのブルーと黄色ね、結構このグラデーションが激しいような、ちょっとアーティスティックな感じのキャンドルを自分で作ってみて、これをね、こう置いて組み合わせることによって、まあ、使うことができますよと、まあ、こんな形の製品になったりとか、一点一点ハンドメイドでこのタイルにぴったり合うオリジナルキャンドルを作ろうと、まあ、そういう風なプロジェクトとしていろいろ作ってまいりました。で、このキャンドルすごい色がね鮮やかで可愛いと思うんですけども、ちゃんとですね、このもちろん僕独学ではこんなの作れないんで、キャンドル教室に通いまして、それもですね、有料のね、ちゃんとしたやつに通って、そこでしっかりレッスンを受けて、2ヶ月ぐらいかな、レッスンして、自分でもね、この技術を取得して、で、一点一点自分がオリジナルで作ってるっていう風な、まあ、こういったキャンドルになっています。そしてキャンドルともう一つ、お香立てですね。まあ、お香立ての方も同じく、こういったヴィンテージのタイルを中心にして、じゃあこのタイルに合わせる天然石、石はどんなのがいいかなっていうね、色とか柄とかを自分で選んで、これとかはソーダライトっていうね、天然石なんですけども、ちょっと濃いめのブルーがね、まあ、可愛らしいなと思っていて、こういったねブルー基調のタイルに合うかなと、まあ、こういう組み合わせちょっと提案したりしています。この天然石も実際僕が自分でね石を買ってきて、でこうお香立てなんで穴を開けないといけないじゃないですか。でその穴も自分でねちゃんとドリルで開けてっていう風に、まあ、一応ハンドメイドでやってるような、まあ、この天然石になっております。まあ、これをですね、まあ、ちょっとインテリア雑貨として販売していきたいなと思っております。このヴィンテージのタイルも実際僕がいろんなね世界からオンラインとかを使って仕入れてきたヴィンテージのものなんですね。なのでこれはポルトガルから仕入れてきたものでして、あとこちらはですね、これインドから仕入れたものなんですけども、もともと日本製なんですよ。日本のタイルってインドで結構使われているものが多くてですね、まあ、その日本からインドに行ったものをですね、今回また逆輸入して仕入れてくるみたいな、まあ、そんな感じで全部自分で仕入れてきて自分でハンドメイドして行ってるね、まあ、アンドセラミックっていうプロジェクトになっています。で一応今回ねキャンドルとお香立てということで、製品のコンセプトっていうのが自分時間のスイッチっていうねコンセプトにしています。結構ね毎日みんな忙しい中で、こう自分のためだけの時間を作るのってすごく大事だと思ってですね、まあ、趣味の時間とか勉強の時間とかいろいろあると思うんですけども、なので例えばうちの商品を使っていただいて、このお香立てだいたいね20分30分ぐらい使えると思うんですよ、1本で。なので30分お香を焚いてる間は読書頑張ろうみたいな形で、その自分時間のスイッチとして使ってもらったりとか、このキャンドルとかもですね、まあ、結構大きいじゃないですか。これね、まあ、灯す時間とか環境にもよるんですけども、だいたいこの大きいの買っていただくと100時間ぐらい灯すことができるんですよね。でゆっくりこのローってのが減っていくので、まあ、例えば深夜とかにちょっと自分時間を1時間だけ取ろうと、その間に勉強したりとか自分のプロジェクトを頑張ろうっていう風に、このねキャンドル灯しながら頑張っていただいて、これが1本終わる頃にはだいたい100時間が経ってるんで、こんなに頑張ってきたんだなっていう風にちょっとね自分時間を見える化するというか、まあ、そんな形でお香立てにしてもキャンドルにしても自分の時間のお供に使っていただきたいなと思って、まあ、こういう風なキャンドルとかお香立てとか、まあ、そういう風な製品を作ってみました。まあ、というわけでですね、もう販売サイトもオープンしていて、そこに詳しいね製品の説明、このタイルってどこの国のもので何年製のものですよとか、キャンドルはこんなコンセプトで作ってますとか、まあ、そういったところも結構しっかりね細かめに書いてみたので、ぜひね製品見ていいなと思った方は購入いただけると嬉しいです。大体ですね、まあ、お香立てが5000円から6000円ぐらい、このキャンドルに関しては6000円から7000円ぐらいで販売しています。もうほとんど利益とかはねないんですけども、まあ、なんかこういう風な自分プロジェクトもやってみたいなと思ってたので、まあ、共感していただいた方はですね、ぜひ、購入検討していただけると幸いです。全部ヴィンテージのタイルとかで、ね、オリジナルのハンドメイドのキャンドルとかだったりするんで、全て一点物です。なのでね、気に入ったものは早めにぜひご検討ください。はい、というわけでね、このアンドセラミックスという新しいブランドの説明はこの辺なんですけども、まあ、こっからはですね、よく僕クリエイティブ活動とか、こうクリエイティブをする上での考え方みたいな動画をねよくアップしてると思うんですよ。なので今回一応僕もですね、全く新しいプロジェクトとして一つね自分のブランドを作ってコンセプトを考えて製品作るみたいなことをやってみたので、まあ、このブランドがどういう風に生まれてったのかっていうね、本当にその着想のところから実際どうやってこうね製品形にしてったかってところをですね、まあ、ちょっとこのブランドの裏側みたいなところをお話ししようかなというふうに思っています。よくコメント欄とかでも、新しいこととかクリエイティブなことを始めたいけども何から始めていいか分かんないって方結構多いと思うので、まあ、今回僕の例をちょっとお話して、そこから何かねヒントになるものを持って帰っていただければなと思っております。で今回ですね、このアンドセラミックス、ブランドのアンドセラミックスっていう名前が示す通り、主役とか全ての この発想の元になったのがこのね陶器のタイルなんですよね。まあ、これ
れを中心に何か自分のブランドとか作れないかなっていう風なところから始まりました。そもそもですね、このブランド立ち上げたいなと思ったのが、僕7月ぐらいにスペイン旅行に行ったんですよね。で、初めてヨーロッパに行ったんですごいね楽しかったんですけども、そこでグエル公園っていうね、ガウディ建築のこの公園みたいなところがあって、その公園の広場にすっすごい長いベンチがあるんですよね。でそこのベンチってのは座面とか背もたれとか全てが陶器のモザイクアートでできてるんですね。当時工場とかで出た端材の陶器を集めてきて、それをですね一つ一つこう貼り合わせるというか埋め込んで作られた陶器のモザイクアートのベンチがあって、これがですね僕本当になんかかっこいいなと思ってね、すごい僕の感性に刺さったんですよ。本当にいろんな色とか柄のタイルがねたくさんあって、めちゃめちゃ写真もいっぱい撮ったんですけども、その時に陶器ってすごいなんかおしゃれだし可愛いなというふうに思ったんですね。いろんなデザインあるなってところで、そこでこの古い陶器っていうものにすごい興味を持ちました。でそこでね実際に自分でこうネットとかで陶器についていろいろ調べてみたら、こういうね、こう建材に使われてる陶器とかって本当にいろんな国でいろんなところで使われてたんですよね。それがすごい面白いなと思って、日本で使われてるのはもちろんのこと、スペインではマジョリカって名前でこういったね陶器のちょっとこの装飾の入ってる陶器のタイルですね、こういった名前で呼ばれてたりとか、あとね先ほどお見せしたこういった少し大きめの陶器のタイルですね、これはポルトガルで使われていて、ポルトガルではですねアズレージョっていう名前で呼ばれてるタイルなんですよ。であとはオランダも結構有名で、オランダはデルフトって名前で呼ばれたりとか、いろんな国でねいろんなその国々の特徴的なデザインとか呼び方があって、陶器のタイルってめっちゃ面白いなっていうふうに思ったんですよね。国によって全然見た目も違うし、アズレージョとかこういうねサイズも大きくて結構平面的なものが多かったりするんですけども、日本とかで使われてるようなものはこういうねレリーフ仕様、ちょっとこの表面に凹凸があったりする、ちょっとビクトリアっぽいようなね見た目のものあったりとか、その国の文化があるなというふうに思ったんですね。でさらにヴィンテージのタイルって当時はですね一つ一つ職人がハンドメイドで塗ったりとかして作ってるんですよ。なのでこれとか見ていただくとですね、一つ一つ花の模様がちょっと不揃いだったりとか、あとねちょっとヴィンテージなのでこの色の部分が若干かすれてきてる感じとか、こう古いからこその一点物感、経年変化っていうのも合わせて楽しめるなと思って、こんなに面白いねタイルってものを使って何かこう商品とか作ってみたいなと思ったのがそのスペイン旅行がきっかけだったんですよ。で日本に帰ってきてなんかできないかなと思って結構いろんなアイデア考えたんですけども、その中でね偶然インスタとか見てて、こういうね可愛いキャンドル、こういったものをハンドメイドで作った人って結構たくさんいたんですよね。でどうしてもこの陶器だけで売るって難しいというか、あんまり使い道ないじゃないですか。これだけ販売されてもって感じだと思うんで、何か組み合わせてこの陶器が生きるような使い方をしたいなと思った時に、このキャンドルってロウ垂れしてくることもあるんで、ロウを支えるためのこういうお皿と一緒に組み合わせて使うことが多いんですよ。そしたらこの陶器のタイルとキャンドル組み合わせて使えば一個もうね製品としても完成するし、見た目もいいんじゃないかということで、じゃあキャンドルをね自分で作ってそれと組み合わせてブランドにしてみようかなというふうに思ったんですね。でそれで YouTube とかを調べて、もう最初は自作でね、もう自分流でキャンドルめちゃめちゃ作って、こんな感じですね、下手なものもたくさんあるんですけども、キャンドルの材料買って器具用意して、もうね 2,30 個キャンドル作っていました。でもやっぱり自分では限界があったので、これはちゃんとねこうキャンドルの作り方習った方がいいなと思って、インスタグラム見て自分がねいいなと思ってる作家さん、そのインスタグラムを見てこうね生徒とかを募集してるレッスンを開いてたので、レッスンに申し込んで、マンツーマンレッスンだったんですけども、マンツーマンで2ヶ月ぐらい通ってしっかりねその技術っていうのを習得して、こういった一点一点ねオリジナルのキャンドルを作れるようになりました。結構いろんな技法があって、こういうねグラデーションだけでもこういうちょっとふわっとしたグラデーションとか、逆にねこっちとか結構荒々しいようなグラデーションだったりとか、色の作り方があるんですけども、一通り自分の中で勉強してこういったキャンドル作れるようになったんで、陶器からインスピレーションを得て、その陶器に一番合うね見た目のキャンドルをオリジナルで作るとは、こういう風なブランドの、ね、コンセプトというか、製品コンセプトっていうのが確立していきました。でキャンドル作っていく中でこうやっぱキャンドルとお香立てとかもやっぱいいなと思ったんですよね。キャンドルともす人ってそんな多くないかもしれないんですけども、お香を使う人って結構多いと思うんですよ。なのでお香立てとしてもね使えるんじゃないかということで、お香立ても結局ねお皿とお香をねこう立てるようなパーツとっていう風な組み合わせだったんで、じゃあねお香立てちょっと作ってみようかなということで、これもですねこういったヴィンテージタイルと、それに合うね色味のものですね、この色をどうやって表現するかってところで、天然石っていうのが、本当にこのフローライトっていう色とか、ちょっとエメラルドグリーンっぽいような色なんですけども、それがこのタイルともぴったり色合いますよね。こんな感じで天然石も自分で調べてみて、天然石売ってるお店に行って、このタイルに合うのはどれがいいかなっていうところでこうね石を購入
貫入してきて、で石に穴を開けないとお香を立てられないので、穴を開けるためのですね、まあ、ドリルとか器具も購入して一個一個自分でねガーッと穴を開けて、結構大変なんですよ。石に穴開けるのってほんとね1個30分とか40分ぐらいかかるんですけども、まあ、ゆっくりね、一つ一つ心を込めて穴を開けてお香立てを作っております。まあ、そんな感じでですね、製品コンセプトは決まってったんですけども、まあ、いざね陶器のじゃタイルをこれシールドってなった時に、まあ、購入する先はいくつかあってオンラインとかでね購入できるんですけど、まあ、今回みたいにこういう中古品を販売する目的で仕入れる時って専用の許可がいるんですよね。それ古物商って言われる許可なんですけども、まあ、これを持ってないと中古品を仕入れて販売しちゃいけませんよと、まあ、そういう風な法律があったので、じゃあそのね許可を取らなきゃいけないなと思って警察署が管轄してるんですけども、こういったですね古物商の許可証ですね、まあ、これ古物商許可証ナンバーも発行されてるんですけども、こういう古物商許可も警察署に取りに行って、これも大体2ヶ月ぐらいかかるんですよ。2ヶ月かかって、まあ、結構お金かかるんですけども、まあ、これはちゃんとね取っとかないと思って古物商の許可を得て、まあ、その上でですね色の陶器のタイルを仕入れてキャンドル作ってみたいないろんな準備を進めて、7月の旅行が中旬だったので、大体ね今11月末なので3ヶ月ぐらいかけてこのアンドセラミックスっていうねブランドを準備してきました。このねアンドセラミックス始めようと思ってから3ヶ月の間なんですけども、本当に忙しくてですね、 YouTube の更新もいつも通りやりながら仕事もやって、まあ、その合間でですねブランドの準備とかキャンドル作るのもね、このキャンドル作るのって1個作るのに本当に1日がかりなんですよ。結構時間かかって大変なんですけども、まあ、そういうね自分のね時間を確保しながらちょっとずつ準備進めてきたんですけども、その準備中に実際自分で作ったキャンドルとかお香を焚いて、まあ、その間をね自分時間としてそのプロジェクトに当てるみたいなことをしてて、まあ、こういうふうな一人で何かね黙々と新しいことをする時間って、まあ、すごい大変だけど楽しいんですよ。なのでそういった一人時間に寄り添えるような、まあ、ちょっと商品とかを作りたいなと思ったので、製品のねブランドコンセプトは自分時間のスイッチということで、僕も実際このねキャンドル灯しながらお香を立てながら作業してきたので、みんなもねそんな感じで自分の個人プロジェクトとか、まあ、自分の趣味の時間とかをこういったものと一緒にね楽しんでいただければなというふうに思っております。あんまりキャンドル灯す習慣ある人って多くないと思うんですけども、この、ね、夜にキャンドル灯すと本当に綺麗で、特に僕のこの作ってるキャンドルとかは結構ね厚みもあるんですよ。なので灯すと真ん中の部分だけロウがどんどん消えていくんですけども、この周辺の壁ですね、この壁の部分は残るんですよ。でこの色味の白い部分とか薄い部分から中の炎がちょっと見えるんで、ランタンを灯しているようなすごいね幻想的な光を作ってくれて、これはねぜひ皆さんにも試してほしいなと思います。お香に関しても結構いろんなお香を購入してみてね、まあ、自分の中でも試してみてお香の種類もめちゃめちゃ合うんですよ。なのでいろんなね自分に合う香りとかを選んでいただいて、素敵な香りでね、まあ、自分の作業のお供にしていただければなというふうに思ってます。はい、というわけでこんな感じですね、まあ、新しく僕立ち上げたアンドセラミックスっていうブランドについて長々とお話してきたんですけども、一応今ね製品は20個ぐらい作ったので、まあ、それを販売していますと。一個一個ハンドメイドなのでそんなに数はねたくさん作れないんですけども、またこれが売れたら新しいタイルを仕入れてまたね新しいものを作っていきたいなと思ってます。ほとんどね僕に利益は一切残らないです。キャンドルもねスクール代がかかったりとかして全然一切何の利益も残ってないんですけども、まあ、販売してるものが全て売れたらね、まあ、その売れた売り上げを使ってまた新しいタイルを仕入れてっていう風に、本当に趣味のねワークとしてこのブランド継続していければいいかなと思ってるんで、このね考え方とかにちょっと共感していただいた方はぜひホームページだけでもチェックしていただけると嬉しいです。結構ちゃんと商品の説明とか写真も頑張って撮ったので、まあ、見ていただけるだけでもすごく嬉しいです。皆さんねサイトでお待ちしております。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったなとか、このねアンドセラミックスいいなと思ってくれた方はぜひね動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。